思うっていう感じも2種類あって、両方とも面白くて、別にどっちがいいとか悪いとかじゃないんだけど、今たまたまね、ぴゃってチャットで書き込んでくれたヒーローが書き込んでくれたけど、思い思われって、書いてくれた字は、相手の心って書くと思うね。だから、結局思うっていうのは、もう相手が存在してるから思うわけで、その相手の心を思いながらも、なんか結局相手もこっちを思ってくれてるっていうのがもう、やっぱ発生してるっていう意味合いの感じやと思うし、もっと言うと面白いのが、僕これよく伝えてるんだけど、もう一個の思うっていう字あるよ。田んぼに心。田んぼに心っていう字って、なんで田んぼに心なんやろなって思って俺調べたことがあって、調べていくと、田んぼっていう字じゃないの。田んぼっていう字はもともと象形文字って言って、もともとはある形から生まれた字なんだけど、あれは何かって言ったら、もともとは赤ちゃんが生まれてくる時の頭蓋骨の象形文字やって。赤ちゃんの頭蓋骨って生まれてくる時にこうちょっとちっちゃなるようになって、キュッてこう、重なり合ったりして出てくる。はい、またもともとにけど。で、それを表してるのやって、思うっていう字。だから、上の田んぼっていうの田んぼじゃなくて、その赤ちゃんの頭蓋骨を表す。つまり、あなたが赤ちゃんの頃を抱いて生まれてきた心が、あの時赤ちゃんの頭にあった心が、あなたが今も思うことなのよ。だから、未だに、ゆうちゃんは、お父さんお母さん幸せにしようと思ってたから、今も思うねん。ずっとそうね、思うっていうのはもう生まれてきた、その時から持ってきた感情だから。うん、だから僕たちは、使命とか、この世の中でやる役割っていうのをやっぱり持ってて、その使命とか役割であるから、今もやりたいと思うね。だから、りゅうちゃんは今もいろんな人を喜ばせたいって思うね。きっとね、その喜ばせたいの先に自分がね、なんかね、果たそうやろうとしていたものがなんかあるんや。うん、だから、未だに思えてきて、もっとなんかやることないか、もっとなんかやっていくべきじゃないかって思うんよね。うん、なるほど。そうなの。だからみんなね、思うことは絶対蓋したらあかんねん。うん、みんなね、思うことは蓋する癖ついてんねん。例えばなんか、ね、こう30代、40代、50代でこう年重ねるときに、なんか突然50代ぐらいにふと、いやー、あれやってみたいなーと思ったりするんだけど、いやいやいや、もうこんな年やし、そんなあかんあかんって止めるね、みんな。止めたらあかんねん、あれ。やっぱり未だに生まれてくるときに持ってきたものやから、あ、これやろうと思うねん。だからその思う、なんか知らんけど思うことに従っていくと、勝手にやっぱね、やるべきやったところにね、たどり着くんよ。不思議なぐらい。うん、だから、きっと、りゅうちゃんなんかそれはあるんやろうなぁ。で、しかも名前が太いりゅうやで。そうなんですよ。なぁ。はい。だから、名前つけてもらったのがそのリュウタなんですけど、リュウのように太くたくましく生きるっていうのでリュウタってつけてもらったんですけど、はあ、なんで結構僕はこの名前良かったなと思ってて、うん、でリュウも難しい方のリュウなんで、うん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 、まあこれもね、こう坂本龍馬と一緒なんで、うん、僕もそういう偉大なやつになりたいなっていう。そうだね、さっき言ったもんね、坂本龍馬が好きやって言ったもん、はい、この対談始まる前にね、はい、そうっていうのありますね。で、名前ってね、絶対ね自分のね、その使命を表してるからね。名前のことを使命っていうやん、使命を書いてくださいっていう、使命っていうように、あなたの命をそれに使いなさいっていう使命と一緒なの。だからね、必ず名前の中にその使命のヒントだったり役割隠れてるから。なるほど。あんねん。ほんまにあんねん。うん。でも分からへんねん。ずーっとちっちゃい頃から見すぎてて。ほんで、なんかね、多分それにつながる何かあるんよ。うん。確かに。うん。なるほど。自分の状態によって、うん、
知り合う人というか集まってくる人は違うなっていうのは感じてて、うん、自分がなんかこう状態というか自分の気持ちというか自分の状態が低い時ってそれなりの人というか、うん、ちょっとまあ言い方はあれですけど、うんうん、なんかそんなのが感じてて、うん、自分がこうなんか気使わなきゃいけない人とかが集まってきたりとかするんですけど、うん、そう受け入れるようになってでから自分の状態が多分良くなってそうすると集まってくる人も全然変わってきてっていうのがあるんで一番大事にしていることは自分の状態が一番いい状態を毎日保とうかなっていうのはありますね。はあ、うまいね。うん、だからまああの先人はいい言葉残してて類は友を呼ぶって言ったわけよね、うん、もうそのあなたがそうだからそうなんだよっていう。だから、類は友を呼ぶ、だから、あなたが、その、いい類に行ってしもた方がええねんね。うん。うん。あの、でもなんかね、たまにはね、いや、類は友を呼ぶっていう言葉があるのに、なんかね、自分の周りの人を指さしてね、私の周りろくな人いないのよ、もうあんな人ばっか、こんな人ばっか、っていう人たまにいるんよね。それって、あなたにも問題があるって言うてるようなもんですよ、ということなの。うん。類は友を呼ぶっていうことだから、あなたがそれを呼んでるという何かがあるよねっていう。うん。だから、蝶は絶対こうなんか花の周りに集まるんよね。うん。うん。でも、ハエは不思議なぐらいにうんこの周りに集まるのよね。な、私の周り、ハエしかいないの。もう嫌なやつしかいないの。言ってる人、あんたもうんこのやん集まってませんかみたいな話なのよね。いや、もっと綺麗な花のとこ行きましょうよ。あなたが好きな花のとこ集まれば、そこへまた集まってくるよね。だから、類は友を呼ぶだから自分を磨こうなよ。だから、りゅうちゃんが言ってくれたみたいに、だから、いつも自分が良い自分でいようっていうふうに思えることってすごい大事よね。うん。うん、僕らぼーっとしてたらね、庭と一緒でね、草も生えてくんねん。ぼーっと生えて、でもたまに手入れしないとやっぱあかんのよね。たまに手入れしてちょっと綺麗な状態を作っておかないと、まあ、崩れてくるっていうのは起こるし、はあ、それでそんなんしてるとやっぱね自分の住む位置が変わるんよね、うんうんうん、だから別にあのいいとか悪いとかいう問題じゃないけど魚も面白いもんでサンゴ礁の綺麗なところで泳いでる魚ってサンゴ礁に住む魚にしか出会えへんのよね、うんうんうん、深海魚には出会わへんねん。で深海魚ばっか出会う人はね、やっぱね、深海を泳いでる人なのよ。だから、周りに深海魚しかいないのよね、みたいな、いう話になんねん。だから、自分が深海が好きなら深海を泳いでいいねん。私、深海大好き。この真っ黒で何か見えない中大好きなんですよ、人は、そこを泳いでたらいいねん。けど、あ、もっとキラキラした綺麗な魚がたくさん見たいわ、っていう人は、サンゴ礁のとこ行って泳げばいい。だから自分でそのステージは変えていいのよ。うん。だからそれもできるし、自分が住みたい海に行こう。確かにね。だからよく、私、いい人に出会えないとか、うんうん、彼氏、彼女できないとかって言ってますけど、ね、そういう時で多分、自分の状態が下がってるから多分、そうなんだろうなと思うし、なんで、まあ多分、自分が、うん、状態が良くなれば多分いい出会いもあるでしょうし彼氏彼女もできるんじゃないかなと思ってて、やっぱ自分の状態が一番いい状態ってやっぱ自分が喜びで満たされてるかどうかだと思うんで、そう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 っていうのはありますね。確かに深海魚泳ぎながらうわ6年そらへんなんかあんななんか目がでっかいやつしかおらへんとかなーこれみたいなことをみんながブツ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 って言うてるわけやんか。6年過ぎはよ行けっていうはよ行け早い行きたいとこ行けみたいな。うん。まあ、質問してるんだよね。うん。まあ、結構いろいろ、普段の生活でもそうですけど、気づくことが結構増えてきたなっていうか、気づけるようになってきたなと思いましたね。うん。ね。うまいね。その、でもね、気づけるようになるってことがね、実は一番スタートで大事なんよね。もうね、気づけへんかったらね、もうね、変えようがないから、うん、気づきさえすればね、なんかね、あ、私こんな風に思うんだとか、あ、私こんな風に感じてるんだって気づくから、変えられるんよね。
もう気づかないときはでもね、変えようがなくて、うん、気づくと、なんかね、今まで自動反応をしていた自分が手動反応に変えられるのよ。今までぼーっとしてると、なんか自動で勝手に、ふわ、ふわ、ふわって動くことにずっと言ってるから、なんか勝手に目の前の自動ドアが開くから、なんかそっちを勝手にどんどんどん進んでいってしまうんだけど、ある時気づくわけよ。ふわっ、あ、ちょっと待てよって。これってほんまに私好きなんやろうか。って疑いした、出した時に、その自動ドアがまたウェーンって開いた時に、ちょっと待てよって言って、そこの自動ドアを手動に切り替えて、このドアで出会えるようになるんね、やっぱり。だからね、気づけるっていうのはね、もうそのスタートなのよね。今まで勝手に自分がもうなんかもう勝手に思ってたことに、あれ、なんで私ってこんなこと思うんだろう、なんで私ってこうしてたんだろうっていうふうなことが変えられるスタートやから、もう気づくっていうのは最高なのよ。うん。うん。だから、すごい、すごい今面白いところにリュウちゃんはいてると思うよ。あらゆることに関して。いっぱい気づき出してて、いっぱいなんか見え始めてんねん。だから、あとはもうほんまに自分が行きたい方へ、どんどん進んでみないと分からへんのよ。うん。そうですね。だから自分の直感というか、うん、まあ、自分の気持ちの揺さぶられる方に行こうかなっていうのは結構ありますね。うんうん、思ったことに対して。うん。そうすれば多分、たとえそれが間違ってたとしても、それはそれで、まあ仕方ないかぐらいで受け入れられるかなと思いますし、うん、まあ多分、ゴールが一緒なんで、生き方が違うだけであって、うん、まあ結局、ゴールにたどり着くんじゃないかなっていうのは、どっかしら自分で思ってるところはあると思うんで。おぉ、りゅうちゃんいろいろ思わさせてくれるわ。今俺もふっと思ったわ。ほんまや、あ、じゃあ、ほんまやわ。やっぱり、ね、自分の心を揺さぶられるものの、そのままに進んでいくと、揺すぶるっていう字に、がね、進んでいくと、進むから信用っていう道になるわけや。それが、はるかっていう字に変わる。おー、なるほど。おーと今俺も思った。おーと揺すぐられる先に遥か彼方はなんだか行くところがやっぱあるんだ。おー、なるほど。超納得したわ、今俺。そういうことなんです。なるほど。はぁー。だから自分でもそうなんですけど、その、例えばなんかこう、何パターン、二通りあったとして、うん、こっちは大変、こっちは簡単だとしたら、うん、大変なとこ行けば多分それがおのずと近道になるんじゃないかなと思ってるし、うんうん、あとはその自分のその気持ちが揺れたところに行くと、うん、多分遠回りかもしれないですけど、うん、必ずゴールにたどり着くのはあるかなっていうのを確かに感じてるんで、それでこう動いてるというか、うん、物事に向かってって言ってるところはありますね。はあ、だからやっぱそれに従うべきやわ。うん。だから嫌やなっていうか大変や、大変、嫌やなじゃないかもしれないけど、大変やなけどやりたいっていう心揺さぶられるときはそれ行きゃええね、まあ、リーちゃん言うと。そうなんだけど、大変やなの中になんか、いや、ほんまやりたないねん、嫌やねん、こんなん嫌いやねんは、やっぱ心あんま揺さぶられないから、うん、やっぱそっちはちょっと違う確率が高い、うん、大変なんやけどそれにチャレンジしたい、大変なんやけどやってみたい、大変やけどなんかそっちがいいって揺すぶられる方に行こう。いや、大変だと逆にこう分かるじゃないですか、先がこう大変なことが待ち受けてるなっていうのが分かるんで、うん、それに向かってこう望めるんですけど、簡単な方だって、うんっていうのを選んでしまうと、こうどこかしら多分油断してしまうところがあると思うんで、おう、なんか自分の気の緩みが出てしまって、なんか逆に後悔しそうだなっていうところはあるかもしれないなっていうのは感じはしますね。おう、なるほどな。でもなんか面白いね。だからリュウちゃんの中にどっか厳しさもあるのが面白いね。さっきから感じてないけど、ね、優しく言ってもいいかもね。うん、確かに、うん、確かに、じゃあね、基本優しいね、
何ていうの、基本お父さんお母さんを思ってたり、うん、家族を思ってたり、いろんな人を喜ばせて、もともと優しいっていう心の動きにしてるんだけど、けどなんかそうし、それで今やってる自分を厳しく判定してるから、意外とそれがなんかね、うん、ブレーキじゃないんやけど、なんかハードにしてるというか困難にしてる気がしてきた。ああ、なるほどなるほど。だってそう、そんな風に思ったの、これ聞いてる人みんなそうやと思うけど、りゅうちゃんって優しいじゃんって、別にそれでいいじゃん、あんたさ、ほらほらうなずいてくれて、おい素晴らしいじゃんって、ほらほらオッケーオッケーって、だからそ、俺ってオッケーなんやで、いきゃええねんもう、うん、だから自分だけがどっかなんかそこに厳しく、いやだから甘やかしたらあかん気すんねん、私がまだなんか気緩めたらなんかついついなんかダメな方に行っちゃうんちゃうかって思ってるだけで、みんな何にも思ってへんねん。確かに。おう。確かにそうっすね。そう思えてきた今俺、なんだ。うん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 。おう。めっちゃおもろいね。みんなな、自分だけ分かってへんねん。うん。確かに。おう。だから、超やってるよ。逆になんかこう困難の方がなんかこう冒険心みたいなのでワクワクするところもあるんで、多分それを選んでる感もあるかもしれないですね。で単なる変態かもしれないですね。そうそうそう、ちょっとちゃ単なる変な、おーいいぞいいぞ。ね、多分そんな気がしますね。単なる変態。単なる変態。いいこと。そうなんですよ。おうおう。そんな気がしましたね。そうやね、変態やねんな。でも多分ワクワクしなかったらいくら困難の方がいいと分かってても多分いかないですし、そう楽しいか楽しくないかで判断するところ結構あるんで、うん、仕事でもそうですけど、自分がそれやって楽しいか楽しくないか、うん、でこう、ね、部下とかがなんかやりたいってなった時も、まあうまくいくかどうか分かんないですけど、うん、いい悪いで判断じゃなくて、それが自分にとって楽しいかどうか、おう、それが楽しければうまくいくやろしっていうのがあるんで、おう、それで任せてるところもありますし、自分でもそれで判断してるところ結構ありますね。なあ、仕出しではなくて、はい、面白いよね。だからね、今日たまたまちょうどね、上げてる YouTube で、今日も聞きに行ってくれるなべちゃんの YouTube 上げたんだけど、山があるから山へ登る人と、そこにあるから山へ登る人と、そのね、君がいるから山を降りる人っていう面白い動画を上げたんだけど、まさにりゅうちゃん今言ってるのそれで、変態ですねっていうことをなんかね、ちょっと頑張ってやりたくなってしまう人の傾向の話してたから、それ当てはまるかもしれない。で、変態のタイってさ、漢字変換できる変態の、はいはいはい、あの変態のタイってどう書いてるかって言ったら、能力の脳に心って書くんだけど、あの能力の脳って結局ね、よくできるっていう意味があって、よくっていう読み方もできるんですね、うん、だから本来のあなたのすごい能力があってできる良い心をなんか無理やりガーって変えて頑張ってる状態が多分変態なんよね、うんうん、だから素直にそのもう良いままにガーって言って、もっとなんか OK じゃん OK じゃんって出してやることが、その本来の能力っていうあなたの才能をもうそのまんまに出していく方向になるんちゃうかな。うん、なんかそんな感じしてきたわ。うん。